あ、いた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 。静岡大学の加藤秀明です。見てください。どこにでもね、あるように見える川なんですが、この川、本当に特殊な魚が暮らしているんです。その名も、山の神。見た目はどんな感じなんですか？見た目は、ひし形。ひし形？魚で？ひし形。口は大きくて、頭が大きくて、そうですね、どちらかというと海の魚に見えるかもしれませんね。先生、何分仕事ですか？ここ、25分かな。先生、漠然と川の魚、タモで探すってかなり厳しいと思うんですけど、なんかポイントはあったりするんですか？魚とか、生き物たちは隠れますからね。ほうほう、隠れるので、ほら、もうまずは石の下。石の下。はい、こういった石の下を探します。これが、ね、一箇所。はいはいはい。もう一つは植物の根元。これが二箇所。あとは、こういった植物が流れて引っかかって浮いてるような、はい、そんな場所。まあ、生き物によっても好む場所が多少異なるので、はい、ここだったらこんな生き物、そこだったらこんな生き物っていうのが、まあ、想像できますね。そう考えながら探しています。あ、入った。お、入りましたね、秩父。大きい沼秩父、入りました。沼秩父頬のところにね、白い模様があるのが特徴です。いいですか？よいしょ。基本的にはね、魚たち隠れているので、それを見つける感じですね。こうやって取り込んで、あ、ほら、買いました。入った。これです、山の神。え、もう、え、山の神。嘘でしょ。これです。え、一匹目、山の神。いやいやいや、ここ、はい、25分かな。そうですね、瞬殺でしたね。これが山の神。はい、若いです。もうちょっと大きくなって、はい、ね、産卵のためにね、海に下っていきます。ほら、頭が大きいでしょう。はい、あ、確かにね、これが特徴です。くっつくような吸盤はなくて、で、エラ、ほら、うわー、オレンジ色です。すごいオレンジじゃないですか。はい、そして大きなエラブタがあって、口がね、だいたいハゼってこう下顎がぐんと飛び出してるんですけども、はい、山の神は上顎がね、下顎より長いのでちょっと上品に見えます。一年魚なので、はい、大体同じ大きさです。ちっちゃかったりでかかったりっていうのは極端にないわけですね、はい、オールシーズン、まあ若干の差ありますけれども、はい、餌を食べる量で、でも大体今はこの、ね、年のものですね。あとお弁当買ってパラレル弁当食いますただまあね、こっからね、山の神は捕まりましたけど、はい、山の神がどんな環境に住んでいるのか、もう少し生き物を見たりしてみましょうか。まだまだ続くよ。
あとはほら石巻貝。石巻貝。石巻貝ですね。これは日本の貝です。扁平でより滑らかです。こういった汽水域ですねに生息していて、真水でも行きますけど、繁殖するには、海、ね、はい、塩分濃度のある場所が必要になってきます。これは苔を食べてくれるので、ほらよく見て、あ、いっぱいいます ね。こういった、ね、貝たちがたくさん増えてくれるということはいいことです、うん、っ、え、取れました。はい、あ、いましたね、ヌマガエル。ヌマガエル。オレンジ色が強いですね。地域によってちょっと色が違ったりしますけども、ヌマガエルのまた子供ですね。あ、でもジャンボタニシが入ってる。え、外来種入ってますよ。ほら、え、つくみリンゴ貝です。他のタニシとどう違うんですか。つくみリンゴ貝、まあ、リンゴのように丸い形、まあ、これはタニシ特有ですけども、つくみというように、うん、貝がすくんでるように、この突起がですね、キュッとこうすくんでるように見えるので、つくみリンゴ貝と呼ばれています。まず、身近な問題として農業被害ですね。稲なんかをね食べてしまうので、田植え後ね柔らかい葉っぱをどんどん食べてしまう、はい、あとは野外に入っている場合に、他の生き物と競合します。タニシ、例えば日本のタニシよりも歩くスピードが速いんですよ、はい、移動するスピードが、なので例えば、何か生き物死骸、有機物ね、餌となるもの、それをいち早く奪ってしまう。あ、そうなんですね。でどんどん大きくなっちゃうんですね。あ、手長い場合ありましたよ、ほら手長い、ほら、おお、でかい、いますね、大きいのがね。ちょっと待ってくださいね。南手長エビがいますね。南手長エビ、はい、これ南手長エビです。捕獲の、ね、先端の爪の長さで見分けます。あとは体の横にね M 字のような模様がありますね。うわ、さっきと同じサイズですね。エラがね、こう赤く見えるのが特徴です。ね、スリットが入ってるんですよね。それがまたね特徴的です。ただやはりね絶滅危惧種ですから、はい、飼育も大変なので一年魚ですからね。捕まえても持ち帰れないっていうのが大事ですね。はい、在来種ね元気のうちにリリースします。おお。お、先生これ、はい、あ、ライギョ、やばい、ライギョ、ライギョ外来種、これは東アジアに広く分布してるんですけども、はい、日本には、韓国からね持ち込まれました。いや、この生態系豊かな場所に、はい、ライギョが入り込んでるのはちょっと深刻ですね。あ、結構じゃあ何でも食べちゃうんですか。はい、何でも食べます。もちろんカエルとか好きですけどね、うんうん、その他魚、いろいろエビも食べますから、今後増えてしまうとちょっと問題ですね。うん、じゃあ山の神とかも食べられちゃうんですか。山の神が食べられているというデータはないんですけども、うん、可能性はゼロではないです。なのでね、少しでも可能性があるもの、そもそも管理して、はい、しっかりね、飼育するべき生き物が野外に入り込んでるのは良くないので、うん、
山の神も速攻で、はい、いましたね。やっぱりね、1時間ねパッと見てね10匹ぐらい見つかるっていうのはすごいことですよね、うん、かなりね、生態系豊かでまだまだね安心できる環境なんだなと思います。ただ外来種入ってましたからね、ちょっと心配でしたね。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。